最近暗号資産、ちょっと前まで、えー、仮想通貨と言われてたもんですけど、これの値下がりが非常に激しくなってます。まあ、あのー、暗号資産の値上がり、値下がりっていうのは、いつものことで、えー、特に驚かない人が多いと思うんですけど、えー、っと、この <coughs>、この図を見ますと、 去年の11月頃からですね、ずっと、まあ、ほぼ50%ぐらい、どの仮想暗号資産も下がっていると。中でも、一番目立つのが、ここにテラ USD というふうに書いてありますけど、あの、これは、いわゆる、ステーブルコインと言われるものなんですね。 えー、暗号資産っていうのは非常にこう、値動きが激しいわけです。激しいために、決済手段として使えないわけですけども、この、ステーブルコインっていうのは、1ドルにペグして、ドルの、ま、カワセレットみたいなもんで、それを1ドル、あの、まあ、この場合はテラ USD です。1、テラ USD が1、1、1米ドルと、 いう値段に常になるように、まあ、ある種のこう、アルゴリズムで、えー、操作していると。いうことになってたわけですね。まあ、そんなこと本当はできないんだけど、まあ、世の中の人ができると信じて、えー、このステーブルコインを買うようになった。これで、このステーブルコインは非常に、あの、大きく成長してですね、流動性も大きくなってきたわけですけど、<laughs> 今月に入って、えー、このテラ USD は暴落して、ほぼ百マイナス100%に近づいて、まあ、無価値に近い状態になってきちゃったということなんですね。で、これは何を意味してるかというと、一つは暗号資産っていうのは、所詮金余りの時にそれを運用するための、まあ、まあ、例えばその美術品とかね、 なんかそういうものに近い、えー、まあ、贅沢品であって、金余りの状況が今、金利上昇でなくなってくると、まあ、そういうこう、まあ、要するに美術品みたいなもんだから、もともと価値はないもんなんだけど、それをみんなが、あのー、売るようになると、どんどん値が下がってくると。まあ、これはどんなあの商品でも、陶器ってのはそういうもんですね。で、この、<coughs> 暗号通、暗号資産の場合に特徴的なのは、このステーブルコインっていうのがダメになったということが特徴的なんですね。これは、あの、まあ、要するにドルと同じような信用を持ってるというふ触れ込みだったわけだけど、実際には別にその FRB のような地方銀行があるわけじゃないし、その連邦政府という 担保があるわわけけじゃないわけですねさらに言えばその通貨の信用というのは最終的に増税能力で担保されているわけですね。ドルの場合で言うとアメリカ政府がお金が足りなくなったら税金をかけることができるという国家権力によって支えられているドルの価値というのは支えられているわけですね。とこころがこの そのステーブルコインっていうのは全くそういうものはありませんから、んでいわゆるアルゴリズムで、まあいろんな数学的な操作で支えているということになってたわけだけど、それはみんながそのアルゴリズムを信じてる限りにおいて成り立つわけです。で、今のようにみんなが信じなくなったらこうなっちゃう。まあはっきり言ってもう暗号資産なんてね、僕もうこういうもの、最初から昔だと思うから、これ手を出す人が悪いしね、これで損したのも別に自業自得だと思うんだけど、 しかし、こういうものが全く無意味かというと、僕はそうではないと思うんですね。これは、あの、こういう民間の暗号通貨、あの暗号資産って意味ないと思うけど、今、あの、アメリカでも日本でも検討されている中央銀行デジタル通貨というのがあるわけですね。これは非常に意味があると思うわけです。なぜなら、その、このステーブルコインとは違って、ちゃんと国家権力を背景にして、 価値を裏打ちすることができるってことが一つ。それから、このデジタル本当に通貨が全面的にデジタル化されれば、民間の銀行もいらなくなる可能性があるわけですね。まあもちろん今すぐじゃなくて、かなり遠い将来のことだけど、あの、決済を今、あの、紙幣でやっている限りは、それは、あの、今のような銀行が真ん中に入って、 取引しなきゃいけないんだけど、これ完全に電子化されて、まあ暗号通貨になれば、この決済を日銀が全部、そのコントロールすることができるわけですね。そうすると銀行という非常に無駄な産業が必要なくなる。そして、そのもっと重要なことは、その金融危機っていうのは原理的に起こらないように。 することととがでできるいうここすねこれちょっと話がややこしいんだけど要するに金融危機っていうのいわゆる取り付け騒ぎみたいなことが起こって銀行に十分なキャッシュがない場合に起こるわけですけど中央銀行が全部の取引をデジタル化して管理すれば金融危機も原理的に起こりえなくなるそれによって金融システムの効率性も安定性も安全性も極めて高くなる いうことが期待できる。これは、あの、日銀とか FRB なんかの報告書にも書いてあることですけどね。だからまあ、この民間の暗号資産っていうのはどうでもいいんだけど、中央銀行デジタル通貨というのは、ぜひ推進していただきたいと思います。